Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Ms. Hinako Horoiwa, who grew up in the USA after her family moved to Hawaii. She just graduated from University of Hawaii, majoring business, and recently started working.In a local marketing firm in Hawaii. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はいわゆる海外子女。ご家族と一緒にアメリカに移住し、ハワイで育ったホロイワ・ひなこさんにスタジオにおいでいただいています。ひなこさん、お忙しいところありがとうございました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。卒業したばかりですね。そうですね。はい、いつ卒業したんですか？5月の中旬ぐらいに卒業式が、はい、ありました。はい、でもうお仕事が決まっちゃったんですね。そうですね。6月の中旬からも働き始めて。もう始めているんですよね。そうですね。はい、なるほど。じゃあ今日はその新しいお仕事をちょっと休ませていただいて。そうですね。ちょっと1時間休憩いただき、はい、ボスの方ありがとうございます。ひなこさんを貸していただきまして。はい。それで今日来ていただいたのは、はい、やっぱりこう留学生の方っていうのは自分でアメリカに行きたいって思ったり、うん、まあ、外国に行きたいと思って行くわけじゃないですか、はい、で学校探したりして、うんうん、でもひなこさんの場合は家族が行きたいっていう感じでそうですね、はい、それはいくつぐらいの時だったんですか？私が14の時ぐらいに両親がハワイへ引っ越そうと言い始めて、はい、で一緒に連れてこられた感じですね。連れてこられちゃったと、はいはい、14歳っていうとやっぱりこう中学生の一番お友達が大事な時期、うんうんうん、これから高校に行く時期とかで勉強も大変でしょうし、はい、なかなか離れるのって大変だったんじゃないですか？そうですね、最初は実感が湧かなかったんですけど、うん、はい、まあ、友達に私ハワイに引っ越すんだって言いうちにこう自分的に実感が湧いてきましたね。なるほど、はい、でじゃあご両親がねそのハワイに行くよっていうふうに言い始めた時に最初のこうなんていうんですか反応はどうだったんですか？最初は本当に想像もつかなかったですね、うん、ハワイは旅行では来てたんですけど、はい、やっぱり地元の人との触れ合いとかは全くなかったので、うんうん、そうですね、ハワイ何するんだろうみたいなちょっと疑問でしたね、うん、学校あるのかなみたいな、もう本当楽園みたいなイメージしかなかったの で、ね、はい、やっぱりいらっしゃる方は日本の方は旅行で避暑地 で、ね、ビーチに遊びに来るっていう感じですもんね、うんうん、そうですよね、うん、はい、不安みたいなのはありました？あ、不安、そうですね、漠然とした不安はありましたね、やっぱり英語しか使えないんだろうなっていうのは、うんうん、まあ、なんとなく分かってたんで、うん、そうですね、でも日本人も多いって聞いてたんで、まあ、行けばなんとかなるんじゃないかなみたいなことをちょっとは考えてたんですけどなんとかなるかなみたいな、あの英語はじゃあ14歳っていうともう勉強して始めてましたよね、日本ではね。そうですね、中学生の、うん、そうですね、ですよね、うん、そうするとちょっと英語が好きとかそういうのあったんですか？あ、英語は好きな科目の一つでしたね、うん、だから得意であったんですけど、うん、やっぱり全然喋るとかはまた別もので、うんうんうん、やっぱり受験英語っていうのは全然使えなかったですね、うん、ご出身は東京ですか？東京ですね、はい、じゃあ東京で中学に行っていた時にこういう話が持ち上がってしまったと、はい、急に、はい、それやっぱりお父様のお仕事かなんかだったんですか？っていうか生活スタイルですかね、やっぱり海外に住んでみたいなっていう両親の願いと、やっぱりあと、うん、まあ、子供を海外で、うん、あの教育させたいみたいな、そういう思いが両親にあったと思うんで、私たちのことを思って多分、はい、こういう計画をしてくれたんだと思うんですけど、その時はその時はなんでハワイみたいなちょっとあまり理解してなかったですね。なるほど、うん、あの弟さんもいらっしゃるんですよね？そうですね、はい、5個下の弟が、はい、何歳下ですか？ 5歳下です。5歳下、はい、ということは彼はまだ小学生、小学生の時に、うん、はい、来ましたね。で彼は弟さんはどうだったんですか？行くっていう感じですか？それとも いやどうしようかなみたいな、ちょっと多分日本に残りたい気分もあったと思いますね、はい、じゃあ兄弟で姉弟ではどっちがハワイに行ってもいいわみたいな感じになったんですか？最初私でしたね、私が、
もうなんか友達にまあそういうハワイに引っ越すかもしれないみたいな話をしていたので、うんうん、今更日本に残りたいとは言えないなみたいな言ってしまった私言ってしまったからっていうのを引けなくて私が、はい、じゃあ別に親御さんたちにね、うん、絶対行きたいとか絶対行きたくないとかではなくて、あそうなんだみたいな感じですごい受け身でしたね私たちは、はい、なるほど、行くんだって。じゃあ実際に来てみてですね、学校あるのかしらみたいなって学校ありましたか？ありましたね、うん、はい、その最初に来た時にはどこの学校に行ったんですか？最初ワシントンミドルスクールっていう中学、うん、中学校ホノルルにある公立学校ですね。公立学校です、はいはいはい、家から一番近いところに母がなんか手配して入れて、うん、はいはい、一生懸命手配したんですよお母さんはそうですよね、英語も話せなかったのに、うんうん、でそこに行って、はい、うん、あんまり英語は話せなかったと。あ、もう全然ゼロでしたね最初は、うん、もう先生が何を言ってるかもわからないし、うん、周りの子が何を言いたいのかもわからないみたいな状態で、うんうん、ただ座ってました、ね、ただ座ってました、はい、ただ座ってました。でその時のその気持ちっていうんですかね、やっぱりこう何もわかんないと不安じゃないですか、うん、そうですね、はい、うん、どんなこと覚えてます？その時の自分の状態っていうのは、なんでしょうね、あの幸いすっごく、うん、あの愛想のいいというか優しい子が同じクラスにいて、その子たちがもう、うん、ひっきりなしに喋ってくれたんですよ。英語だったんで何も分からなかったんですけど、うん、まあ、それをまあ笑顔でこううなずきながら聞いてはい、はい、ちょっと笑ってそう笑いながら会話を、うん、そうしてるつもりで、そう、そんな感じで、まあ、必死になんか輪に入ろうとしたのを覚えてますね、うん、でその人たちっていうのは日本人だったんですか、それともローカルの、ローカルの韓国人の子たちで、まあ、日本の文化がすごい大好きな子たちだったんで、はいはい、まあ、日本人っていうのですごい興味を持ってくれて、うん、じゃあ日本人がかえってこうベネフィットっていうか利点になったっていう感じですね。はい、それは、うん、で韓国の国の方たちでも英語を話している韓国の方たちだったんですね。そうですね、はい、ローカルの方でしたね、うん、英語はどうでした？そのもうクラスに入ってもわからないわけですよね、うん、そうですね。でどういうふうにこうついてたんですか勉強は？勉強はすごい苦痛でしたね。苦痛でした。あの宿題 ESL がどこの学校もあるので公立校は英語が苦手な子と一緒にみんなで英語を習ってたんですけど、うん、ESL というのは皆さんご存知と思いますけど English as a second language ですね。第二外国語として英語を勉強しているこのお子さんたちのためのクラスに最初に入ったということですね。そうですね、はい、で ESL のクラスは ESL でクラスで、うん、まあ一応テンポは普通の授業よりも遅いんですけど、やっぱりちゃんとした英語の本とかを読まされるので、うん、はい、毎晩もうなんか涙ぐみながら本読んでましたね。あのもう本の単語もわからなかったんで、はい、本の一語一語ずつ引きながら、うん、全部辞書で引きながら、辞書こうじゃないですね、これですね、こっちですね、さっき電子辞書で引きながら解読みたいな感じでした。でも必死で勉強したっていう感じですかね。そうですね、はい、うん、勉強はでも後々ためにはなりました、ね、その時期、うん、その涙ぐみながら生きていたその学生時代どのぐらい続きました？それは本当に半年ぐらいですかね。半年ぐらい、半年、はい、半年もするとなんかコツをつかむというか、うん、この言葉を弾けばわかるなみたいな、うん、こう要領を得てきたので、はい、っていうことはそのわかんないのを全部弾かないで、はい、これが14点かなみたいなのを聞いて、そうですね、これがそうポイントだなみたいなところを聞きながら、うん、じゃあ日本のその勉強はもう中学生まで行ってたわから、いろいろ勉強してきたわけじゃないですか、はい、と数学とか、うんうん、社会とか、社会なんていうんですかね、ソーシャルスタディーズとかありますよね、はい、うんうん、どれが一番入りやすかったですか？数学ですね。数学はやっぱり、はい、ぱりあのユニバーサルなので、はい、日本では数学が大嫌いだったんですね。本当に大嫌いだった。もうクラスで一番最下位みたいなぐらいの成績を取っていたのに、はい、ハワイに来た途端、うん、クラスのトップになってしまったんですよ。トップになったそうです。はい。急に急にビュンと上がっちゃったんですね。本当にそれで、はい、うん、私数学できるじゃんって思い始めるよぐらい。そうですね。簡単でした。自信がついつきましたね、そこで。あ英語は全然できなかったんですけど、うん、まあ、数学でなんとかこう。いいですか、巻き戻した感じです、ね、なるほど。じゃあ言葉ではちょっとこうゆっくり時間かかっていっても、うん、そのこう数字で見ると分かるので、はい、そうですね、ガンガン先に行ってしまったという感じですかね。そうですね、はい、あと学校っていうのはこちらの学校でもその部活とか、
はいはい、そういうのはあるんですか？スポーツとかそういうのしました？はい、たくさんありますね、こっちは。うん、でも希望制なので入る子と入らない子ですごい差が出るんですけど、うん、私は1年だけボランティア活動するクラブ、キークラブというのに、キークラブ、はい、はい、聞いたことがありますけど、どんなクラブなんですか？はい、高校生のクラブでいろんなそのコミュニティサービス、ボランティア活動を、はい、紹介してくれるので、それにこう参加するっていう、はい、例えば例えばビーチクリーンアップとか、あービーチをきれいにするビーチ、はい、ボランティア、はい、ボランティア活動や、うん、あとはポイ畑に行って、うん、はい、掃除をしたりとか。あポイ畑というのは、ポイというのはハワイの方が食べるお芋ですよね。お芋ですね、はいはい、その畑があるそうで、そこをきれいにするそういうボランティアもあるわけですね。そうですね、はいはい、うん、っていうようなことを1年ぐらいやって、うん、はい、そこでやっぱり友達も増えましたね。じゃあその、まあ、数学でぐんと自信があって英語もだんだんコツを覚えて、はい、もう単語一つ一つ引くんではなくて、ちょっとキーポイントをできるようになり、うんうん、そしてボランティア活動などをするクラブに入って活動して、うん、はい、でそういう中学からもう高校に入っちゃったぐらいですかね。そのぐらいですか？そうですね、はい、うん、高校最初の2年間はやっぱりまだ英語に自信がなくてすごい、はい、内気だったんですけど、やっぱり内気だった、シャイで今テレビに出てますけど、はい、3年生ぐらいから、うん、まあ、だんだんこう活発的になって、はい、そうですね、いろんなそういうクラブ活動とか、うん、課外活動にも出るようになりました。はいはい、じゃあここでちょっと写真を見せていただこうかなと思うんですけど、そこの途中まで見せていただきますね。 If we can show the first picture please here。はい、これは何歳ぐらいの時ですか？これは2歳とかですかね。あ、はい、お父様ですね。はい、父と、はい、桜のところで、はい、2歳ですか？もうちょっと大きいかな。2歳、3歳、うん、そのぐらいですね。はい、うん、Next one。 あ、これは弟さんですね。そうですね、弟がいたんで6歳か7歳ぐらいですかね。はい、なるほどなるほど、はい、はい、Next one。 はい、これはまだ日本の中学ですね、はい、これが12歳ぐらいですかね。はい、これは東京の日本の中学ですね。そうですね、はい、画面の右から2番目が番目、あ、ちょっと日本人らしい感じで、はい、はい、私です。はい、We'll just keep it there and the rest is we are going to see the, after the intermission、はい、ありました、ありがとうございます。はい、こういう、まあ、普通のですよね、普通の日本の生活をしていた方が、まあ、ハワイに来ることになってしまって、14歳15歳とはいえ大変苦労してですね、でもこう自信をだんだんつけることによって活動もできるようになってきたと、そういう感じなんでしょうかね。はい、そうですね、はい、後半はですね、少し日奈子さんがじゃあ今もここでお仕事を張り始めてるわけですけれど、そこに至るまでの進学のこととかね、そういうことをお聞きしたいと思います。I think we're going to take a little break here. And after intermission, we're going to talk a little bit more how she decided to stay in the United States and move on to UH, University of Hawaii, and working here. で、ここで少し、お休みをいただき、お休みの後でまたもう少しお話を続けさせていただきたいと思います。We'll be right back. Aloha. I'm Dela Nyanagira, a host here at ThinkTech Hawaii, a digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of its supporters to keep on going. We'd be grateful if you'd go to thinktechhawaii.com and make a donation to support us now. Thank you so much. Aloha, I'm Gwen Harris, the host here at ThinkTech Hawaii, a digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of the supporters to keep on going. We'd be grateful if you'd go to thinktechhawaii.com and make a donation to support us now. Thanks so much. We're back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Ms. Hinako Horoiwa. ライブでお届けしています ThinkTech Hawaii の日本語番組。今
こんにちは、ハワイ。今日は海外子女で最近ハワイ大学を卒業。ハワイの PR 会社で仕事が決まり、お仕事も始めていらっしゃる、ホロイワ・ヒナコさんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい。で、じゃあ高校生活なんですけど、はい、こっちの高校っていうのは結構忙しいですよね、皆さん。勉強とかね、どうでしたか？そうですね、やっぱり人によりますね、うん、もう本当に大学進学したいっていう希望の子たちと、はいはい、まあそこまで大学に興味があるわけじゃないしみたいな感じの子で、本当に自分で決められるんですけど、私は親が厳しかったので、やっぱり進学コースというか、はいはい、そこは日本のお父さんとお母さんだったんですね。はい、なので、でこう決めていく途中でですね、どこ何を最初どこに行こうかなっていうふうに思ったんですか？うん、専攻とかですよね、うん、大学の専攻は全然決まらなくって、うん、で両親が両方とも心理学を勉強していたので、はいはいはい、なんか自然と私も心理学勉強しなきゃいけないのかなみたいな感じもしてたんですけど、はい、ただアメリカの大学のいいところは、うん、専攻大学2年生になるまで決めなくていいんですね、はいはいはい、だからまあいろいろ好きなものを取って、うん、どれが好きなのかなっていうのを探す時間があったので、うん、はい、はい、その2年で最終的には決めましたね。なるほど。じゃあ高校の時にはなんとなくはこう決めていって入っても、うん、はい、専攻をそんなに狭めなくてもよかったということですね。そうですね、はいはい、じゃあハワイの高校を卒業して、うんうん、それからどういうふうにどこにすぐハワイ大学に行ったんですか？最初オレゴン州のウィラメット大学という、はい、オレゴン州の大学、はいはい、私立に入ったんですけど、はいはい、最初は政治に興味を持っていたので、政治心理学でもないですね全然関係なかったですね、はい、そう、国際関係、やっぱり日本とアメリカをつなぐ仕事はしたいなと思ったから思っていたので、うん、まあ、政治とか、うん、あとは国際関係という、はいはい、そういう分野に強い学校だったので、うんうん、はい、そこにちょっと行ってみて、はいはい、どうでした？まあ、要するにハワイの人だとこうよくメインランドに行くっていう言い方をしますよね。ハワイは島なので、やはり島から大陸に行くという感じでメインランド、メインランド、はい、メインランドに行かれてどうでしたか？そうですね、本土はやっぱり違いましたね。やっぱり人も違えば、うん、もう本当にアメリカ本場だなっていう、アメリカ本場本場のアメリカだそうです。ハワイはすごい日本人も多いし、うん、そうですね、英語が第二言語の方も多いので、はい、すごい過ごしやすかったんですけど、はい、オレゴンに行った時はやっぱり、うん、そうですね、自分の英語がちょっと自信なくなりましたね。じゃあそこでまたこうちょうど日本から来た時と同じようにもう一回カルチャーショックみたいな感じだったんですかね。はい、はい、まあ、でも自分を鍛えるのにはすごくいい環境で、うん、はい、英語力も伸ばしてっていう感じでしたね、うん、はい、でオレゴンに伊豆に、はい、ハワイに戻ってきてハワイ大学を卒業したということですが、その決定はどういうふうにしたんですか？はい、そうですね、その専攻を決める中で、うん、ビジネススクールにのことを聞いたんですね。はい、ハワイ大学にシャイドラーというビジネススクールがあって、はいね、はい、でその評判、いい評判を聞いて、で、うん、まだ政治をやりたいかって聞かれたらちょっと迷ってる部分もあったの で、うん、でその時にビジネススクールのことを聞いたので、はい、じゃあビジネスやってみようかなと思って転校を決めました、ね、なるほど、はい、じゃあ心理学って言ってたのが今度は政治学ってなってビジネスっていうふうに、はい、でもそのこうフレキシビリティっていうんですかね、柔軟性がアメリカの教育にはあるということでしょうかね。そうですね、うんうん、1回で決めなくていいので、なるほど、本当に何回でも変えられるので、はい、言うなら。で、じゃあオレゴンからハワイに戻ってきて、はい、でハワイ大学に入り直したということですね。そうですね、2年生の後半から。そうするとちょっと時間かかってしまったんですか、それとも問題なく4年間で卒業できました？問題なく、はい、4年間で卒業して、うん、やっぱりサマースクールとかも取れるので、うんうん、はい、その辺はすごく柔軟にスケジュールは組めますね、うん、はい、うん、でビジネススクールって言ってもいろんな分野があると思うんですけれど、はい、そのどういうところに興味を持って、うん、実際には何を副専攻っていうんですか、うん、専攻していくように決めたんですか？はい、私はマーケティングの専攻で、マーケティング、はい、はい、やっぱり日本とアメリカをつなぐのに、うん、マーケティングっていうのはその商品とかもののいいところをどう、はい、うん、お客様とか別の世界に伝えるのかっていうのを考える分野であって、うん、はい、でそれがすごい日本とアメリカをつなぐにはいい分野だなと思って、うん、はい、マーケティング。じゃあちょっと国際関係もあれば、ちょっと人間の心理みたいなのもありますよね。そうですね。ね、ある意味ではね。じゃあちょっとまとめてみたみたいな感じですかね。ビジネスで、はい、はい、はい。そしてその卒業されて、はい、じゃあ実際にそういった
ではマーケティングのお仕事を今始めたばかりと。そうですね。いう感じですか。はい、はい、マーケティング会社に就職が決まり。すごいですね。でここでですね、ちょっとこうやっぱりそのまずアメリカに留学をするっていう方もいらっしゃるし、だから海外志向の方ってそのままハワイまたはアメリカに居残って大学に進学する。この先また仕事もここでするというような感じで考えていらっしゃるご家族や、若い方が いらっしゃると思うんですね。でそういう方にも聞いていただきたいんですが、大学の中で専攻を決めるときっていうのの一番大事な点っていうのは何だと思います？一番大事な点ですか、はい、やっぱり一生自分が続けていけるものを選ぶのがキーですかね。私はすごくマーケティングのインターンシップなども大学生時代にしていたの で、それを1年ぐらい続けて、やっぱり、はい、あこれ私はすごいなんていうのパッションを持ってるなって自分で自覚したので、はいはい、やっぱり続けていこうと思ってたので、やっぱりこれから30年40年続けていけるような分野が見つかればそれがベストだと思います。ということは大学生の時に、まあ、決める時いろいろこう動いても、はい、例えばインターンをしてみるとか、はい、まあ、日本でいうバイトをするとか、うんうんうん、ちょっとこうその分野に入ってみて実際に体験をしたっていうようなことが決める。そうですね、助けになりました、はい、なるほど。悩みました。悩みましたね。まあ、ただ、はい、私はすごいさっきも数学がすごい苦手だったので、はい、数学系はもうあの消去法で行ったんですよ。でもちょっと途中で自信出たんじゃなかった。やっぱり一生はやっていけない。なるほどなるほど、はい、それで、まあ、マーケティングとかあのヒューマンリソースとかについて、で、まあ、やっぱりあのインターンとかで、はいはい、なるほど、決め手になりました。わかりました。 OK, let's take a look at the rest of the pictures here.はい、これは大学の卒業ですか？これは高校の時の卒業式ですね、はいはい、この高校の時の卒業式なんかもうハワイらしいですね。お父様のシャツもハワイらしいですけど本当に帽子も、はい、で弟さんですね。そうですね、はい、で、あのなんかこう浮き輪を持ってるのはあれ何なんですか？はハワイの習慣なのか皆さん持ってこられますね、はい、卒業式に。であれを頭にこう上に乗せんですか？そうですね、お腹のところに刺されます。お腹に刺されるっすね、はい、これはハワイの高校を卒業した時の、ひなこさん の写真ですね。すごいですね、例の数もね。なんか顔が見えなくなるほどかかってますけれど、いろいろいただきました、はい、では、次の写真 Next one。 お、これはハワイやってますね。そうです、これはオレゴンの時の大学で、はい、ルアウっていう催し物の時に、はい、ハワイを代表してじゃないですけど、はい、ハワイクラブでみんなで踊ったものですね。じゃあこの今映ってる学生さんたちはみんなハワイから来た人たちなんですか？いや、そういうわけではなくて、うん、ハワイクラブに入っている人たち全員で、はい、こうルアウっていうのを作り上げていったんですが、はいはい、なんかもうしっかりハワイの代表みたいな日本から来た日向さんハワイの代表やっていますが、はい、ルアオでフラを踊られている。これオレゴンの写真ということですね。そうですね、はい、OK, thank you. Last one.はい、これはお母様と、はい、これ一番最近の写真ですね。今年のいつですか？5月10日ぐらいですかね。中旬に2019年5月10日ぐらい。これは何の時の写真なんでしょう？卒業式ですね。ハワイ大学の卒業式ですね、はい、これハワイ大学のキャンパスですか？キャンパスの一部ですね。ですね、はい、はい、うん。やっぱり高校の時よりも少しこう落ち着いた感じで髪の毛にもこう美しいのが乗っていますが、はい、下のこの、卒業証書のところにはUniversity of Hawaii Manoa というふうに書いてあります、はい、この卒業した時の感激っていうんですかね、はい、Thank you for the picture 覚えてますか？どんな感じでした？ちょっと悲しかったですね。この悲しかった大学生活というか学生生活ひっくるめて終わってしまうんだなっていうちょっとビタースイートな感じはありましたね。働かなくちゃみたいなお金稼がなくちゃって親御さんがおっしゃってるかもしれませんか、はいはい、でもね、あの本当にここまで来られてやっぱり自分でいろいろ紆余曲折があっても決めたことをパッションを感じることを見つけることができたということですね、はい、で先ほどもちょっと言ったんですけれど、これからこういう同じような立場にある人に何かアドバイスはありますか？アドバイスですね、やっぱり、はい、最初来る時は英語も分からなくて不安でしょうけど、
1年もすれば割と慣れてくるもので、耳も自然に慣れてきますし、だからお父さんお母さんには、お家ではお子さんリラックスさせてあげてくださいそのやっぱり家でも英語を習わせなきゃとか、そう思う方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり家では日本を感じられるようなそのテレビだとか本とかそうですね、があるといいんじゃないかと思います、はい、なるほど、すごくいいアドバイスだと思います。やはりもう英語英語ってやって親ももうわーっとなってる方もいるかもしれませんが、お子さんもやっぱりどこかでほっとするところが必要だと、ね、うん、家庭っていうのはやはり日本の文化をちゃんと守っていくみたいな、言語を守っていくところも大事だということですね、うん、そうですね、これはとってもいいアドバイスではないかと思います。ありがとうございます。はい、じゃあこれからは何をされるんですか、 PR 会社で。これからは、はい、マーケティングコーディネーターということで、うん、コーディネーターなんですね。そうですね、アシスタント、かっこいいですコーディネーターのアシスタントなんですが、はいはい、マーケティングアシスタントとして、うん、私は取材のお手伝いとか、あとは雑誌の構成のお手伝いなどさせていただくと思うんですけど、はいはい、まあ、じゃあその PR のその出版みたいなこともするということですか。あ、出版社の方 と、うん、方とこうやり取りしながら、うんうん、まあ、直していくみたいなお仕事ですね。あ、はい、なんか面白そうですねやはり日本とハワイのビジネスの架け橋みたいな感じですか。そうですね、日本の出版社の方たちと働いているので、うんうんうん、日本の雑誌がハワイのことを取り上げたい時のコーディネートのお手伝いみたいな、はい、なるほど、はい、将来有望なホロユアひなこさんなのでもし何かありましたらぜひご連絡をくださいということで、はい、でもこれから楽しみですね。そうですね、はい、お父さんお母さん頑張りました。ひなこさん頑張っていますこれからはアメリカ人として日本人として国際人として、まあ、バイリンガルギャルとしてですねこれから活躍を続けられると思います。はい、でそろそろお時間が来たようです。ひなこさん本当に今日は面白いお話ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかいらっしゃってくださる方で20代っていうのがいないので若返ってますけどね、はい、ありがとうございました。 Thank you for coming ひなこ Horoiwa and it was a great having you here and listening to an interesting story. Stay tuned. We are going to have another shows in Japanese. And this is Konnichiwa Hawaii, Think Tech Hawaii. Thank you for watching. Stay tuned.